んなに不安がらなくても思い出させてあげるから大丈夫。隠されたものを洗いざらい、すっかり暴いてあげるから。させないよ。山育ちの水木の民は何年生きたところで不粋者のままなのね。その固くなさはあなたたちの女神の影響。いいかしら、あなたにではなくその子に言っているのよ。うるさいね。ケイに手出しはさせないし、私のことはどうでもいいんだよ。それよりも、なんであんたらがここにいるんだい？なんで存在してるんだい？あんたらは鬼として切られたはずだよ。あんたらを切ったのは役目を返していたとはいえ、当代最強の鬼切りと耳息の強い渡辺刀すら認めていたほどの。あら、そうなの？それなら鬼切り役の質も随分と落ちたものね。ですけど姉様。ええ、そうね、彼女が手強かったのは認めるわ。結局私たちは切られてしまったわけだし、そのせいで長い眠りが必要だったんですもの。形になれる力を取り戻すのに10年。せっかく一部なりとも主様を解放して差し上げたのに、まだお褒めの言葉もいただいていないのよ。その主様も今は呼びかけに応えてくださらない。だったらあんたらもそのまま寝とけばよかったんだよ。56億7000万年ほど後なら鬼でも蛇でも何でも来やがれって感じだしね。下手な冗談。私そんなにねぎたない方ではなくってよ。それにじっとしているのにはもう飽きたもの。だから姉様と私は主様を助け出すことに決めたの。そのためにその子の血をもらいに来たんだもの。柱と同じ血の流れを汲む覇道の末の三重の血を。させないよ。あらあら、怖い。そんなに睨まないでくださらない？目覚めたばかりの私たちがまだまだ力が欠けているんですもの。ですから姉様、今一度は引きましょう。そうしましょうか。あの子がもらえればいいのだけれど。
消えましたか。そうだね。もう何も匂わないよ。邪魔してくれたけど、昔のことは思い出せるなら思い出したいんだから、責任取ってサクヤさんが教えてくれるわけ？それは、教えられることなら。へえ、教えられないこともあるんだ。サクヤさんって、私の知らないこともいろいろたくさん知ってるみたいなのに。あの子たちのお姉さんの方とは知り合いだったみたいだし、この柱様とも仲がいいみたいだし。ケイちゃん、だいたいお柱様はなんで私の名前を知ってるの？やっぱり神様だから？それとも身内みたいなものってことは。ケイちゃん、ケイ大丈夫、もう慣れた。こっちに来てから昔のことを思い出そうとするとすごく頭が痛くなるんだよ。もしかしてこの頭痛ってお柱様がそういう風にしてるの？違うわ、ケイちゃん。私じゃないわ。じゃあ誰が？でも、それならなんで？ケイ。思い出そうとすると痛むんだろ？それはすっかり思い出したら、もう痛まなくなるものなのかい？え？仮にその痛みがずっと続くとしたら、あんたはそれに耐えられるのかい？事故から目覚めたその後にもね、頭が痛いって言っては泣いてばかりいたものさ。私が？あんたが。あんた自身がそうしたんだよ。思い出そうとすると痛むんだから、思い出そうとしなければいいってね。少なくともこの10年ほどはそれでうまくやってきたんだ。だけど私がこっちに来ちゃったから。とりあえず今日は休むことだね。今のあんたはいっぱいいっぱいだ。というわけで、もういいだろ。荷物をまとめてさっさと帰りな。
ケイお姉さん、何がというわけなんですか？サクヤさん、何が？何がってあんた、10年より前のことはいざ知らず、昨夜のことももう忘れたのかい？お姉さんのお母さんとの馴れ初めが何か？違う、その後のことだよ。その後って何かあったんですか？つづらちゃんが寝てる間にいたけどね。なるほど。なるほどってつづらちゃん、そんなの嘘とか思ったりしないの？私そういう方面とは馴染みのある家の生まれですんで、特には。それに嘘を嘘だと見抜く目には自信ありますし。そうなの？とにかくケイお姉さんは嘘を言っていません。嘘だとしたら、嘘を嘘だと知らずにいる善意の第三者的な立場にある場合でしょう。はあ。それだけ状況がつかめてるなら説明不要だろ。駅まで車で送っていくから、食べ終わったら荷物まとめるんだよ。どうして？どうしてってあんたね。連中が狙っているのは一体何だい？多分私が狙われるの？お柱様の身内だから？あんたの体に流れている血が特別貴重な血だからさ。因縁話は関係なくて、体質ゆえに狙われるんだよ。体質ってそんな。いえいえ、そういうのってありがちですから。ケお姉さんは西遊記知ってます？三蔵法師に孫悟空を？その西遊記です。三蔵法師は経蔵、律蔵、論蔵の3つの蔵に精通した僧侶につける敬称で、西遊記の三蔵法師は玄奘と言うんですけど。その玄奘三蔵がどうして誰の手にも負えない乱暴者で、ついには釈迦如来に封じ込められてしまった孫悟空をお供にしたのか知ってます？すごい長旅だし、一人だと大変だから。そういう理由なら、呪文一つでぎゅうぎゅうに締まる輪をはめて強制してまで孫悟空を連れ出すことないじゃないですか。僧侶の肉を食べると不老調整できるという設定がありまして、それで玄奘三蔵は妖怪に狙われているんですよ。あ、なるほど、ありがちなんだね。でも私の血ってそんなにいいものなの？専門店のメニューにある出本の血みたいに滋養強壮の効果があるってぐらいなら、あっさり諦めてくれたりも。月と出本、どっちが月なの？
もちろんあんたの血が月さ。月には滋養競争どころじゃない、若返りの水があるって言われていてね。落ち水ですね。竹取物語のかぐや姫の置き土産も不死の薬ですし、月はその辺の話の宝庫ですよね。ちなみにその薬は山の上で燃やされちゃったんですけど、不死の薬を燃やして不人の煙が立つようになったので不死の山なんていうオチが。ダジャレの上に脱線しすぎだよ。たはは、これは失敬。続けてください。とにかくだよ、ケイ。あなたに流れる覇道の血は不死の薬にも等しい代物なんだよ。人間以外のものにとってはね。そして今のあんたには頼れるお供の孫悟空はいない。ここにいる。あんた全然分かってない。ゆうべは運が良かっただけさ。そんな調子じゃ今日こそ死ぬよ。大丈夫だもん。大丈夫なわけあるかい。あんた自分じゃ何もできないじゃないか。それはそうだけど。だろ、つべこべ言わずにさっさと出て行きな。まだ聞き分けないこと言うようならトランクに押し込んででも帰ってもらうよ。なんで朔也さんにそんなこと言われなきゃいけないの？ここは私の家だよ。まだそうじゃなくても権利があるのは私だもん。出ていくのは朔也さんの方だよ。ちょっとケイお姉さん。ズズラちゃん何？朔也さんのお言葉もお姉さんのこと考えてくださってのことですから、出て行けというのはですね。つづらちゃんも朔也さんの味方するんだ。あのですね、誰の味方とかそういう観点ではなくて。もういいよ、分かったよ。私が出て行けばいいんでしょ。そんなに邪魔なら出て行けばいいんでしょ。Okay.